皆さんもチャンネル監督のキーヤです。この足をつけてうろちょろしてますんで、ぜひご協力をよろしくお願いします。ご協力お願いします。小林くんさんも体を張って頑張ってくれてるんで、頑張りましょう。よろしくお願いします。ここまでも行け、俺たちのホーム、勝利をつかもうぜ、鹿児島ユナイテッド。調子も乗ってきてるので3連勝を目指してみんなで一緒に戦いましょう。よろしくお願いします。鹿児島、鹿児島、鹿児島、鹿児島。ありがとうございました。また試合もよろしくお願いします。イエーイ。あら、大きいね。美味しそう、美味しそう。大変なの。これが一つはビールでしょ。まあ今お気に入りだ。今お気に入りだ。ビール飲んでる。めっちゃ似合う。中身で何食べないのか分かんない。中身は何ですか今日は。たこ焼き。たこ焼き、うん、大阪を食らうっていう。たこボール。たこボール。たこ焼きじゃない。ついたこ入った。すごい、おいしい。食べないぞ。何番に入れるんですか。いやー、手堅いのは1番だけど、すごい個人的希望は3番です。3番、3番か4番か。あ、ビールもある。真ん中の左の五両。いや、確率が高いのはやっぱりこの一番ですね。一番ですね。商品いない。こんにちは。あ、できれば成果がいいですかね。はい、うちの奥様にすぐ持ってきます。あ、いいですか。ぜひいいですか。もう今すぐに持ってください。ありがとうございます。美味しい。最高の最高のお花をいただきましたので妻に届けたいと思います。いつもありがとう、感謝してます。持っていくよ今から。おはようございます。おはようございます。いやセレッソと試合ですね。セレッソとね、セレジョ対ユナジョの対決もありますが、誰かさんはセレッソの行くらしいですね。マジ、ああ許せないわ。負けられないね。負けられない。頑張りましょう。頑張りましょう。ちなみに今日は小林くんさんはどこにいますか。小林くんさんはあのマスコットの出場の時間でこう出てきます。ああ、出てくるんですか。うちも大射芸にしようかと思って。そうそうそう。監督、あの、はい、さっきからパパラッチをされてるんですよ、こんなに素朴な方がですね。で、ちょっとあの話を問い詰めてみたらですね、あのどういう言い方をしたいかな。去年鹿児島デザインアワードっていうのがありましたでしょ。そしたら鹿児島ユナイテッド FC がマスコットキャラクターの募集をしたんですよ。で、まあクーっていうキャラクターが、まあ、グランプリになったと。ここまでも間違いない事実なんですよ。ここから先は皆さんのご想像にお任せしますけれども、そのクーの作者の方です。よろしくお願いします。お名前は、ポタロと言います。ポタロと、よろしくお願いします。よろしくお願いします。もうあのクーちゃんの存在がなんかサポの間で一人歩きしてるところもありますけどね。どうですか。もう早くですね、はい、ぜひあの皆さんにお披露目ができるような日が来ればなと思ってます。もうまだあの正式に決定しない中でも、はい、いろんな人にお見せいただけてて、はい、本当にありがたいです、まあ、少なくとも鹿児島デザインアワード2015で、鹿児島ユナイテッド FC のマスコットキャラクター候補としてグランプリを取られてるわけですからね。はい、ね、あの心中穏やかではないと思うんですけど、あれですよ、小林くんさん、あれどうなんですか、マスコットみたいなこと仕上がって。いやもう僕小林さんも大好きなんで、むしろ嬉しいです。あのもうせっかくですので、あのクルと小林さんと
じゃんけんマンと。あ、じゃんけんマンも忘れた。優しい優しい。みんなででいいですね、はい、もういろんなキャラで盛り上げていけたら最高じゃないかなと思いますので。ちょっとができてますね。あの、ですね、あと九州 J パークというウェブサイトがあるんですけれども、そちらの方で鹿児島ユナイテッドのですね、記事書かせていただいて、イラストなども掲載してありますので、もしよかったらぜひ見てください。よろしくお願いします。はい、あの毎週選手のイラストを、ね、上げてくれるの可愛、はい、いです。お願いします。よろしくお願いします。あの九州 J パーク、ね、皆さんよろしくお願いします、はい、よろしくお願いいたします。どうもありがとうございました。ありがとうございました。ここにいないあいつらも共に戦う。行こうか丘風を切り裂き、それでは田中社長よろしくお願いいたします。あの今日が5月の15日なので何の日かご存知ですか？聞くところによると、なんか J リーグが開幕した日ということがみたいなので、なんか20年前に、あのやっと我々もその J リーグの一員としてこの5月15日を迎えることができました。あのおおむね、これは本当にあの、まあ、不思議な縁かなと。今まで外で指をくわえてこの日を迎えたのが、やっと自分たちにこの J リーグフラッグがたなびく前で5月15日を迎えることができました。その気持ちを込めてハッピーバースデーを歌えたらなと思いますので、賛同いただける方は一緒によろしくお願いします。せーの、ハッピーバースデートゥーユー、ハッピーバースデートゥーユー、ハッピーバースデーディアジェリー、ハッピーバースデートゥーユー、ハッピーバースデートゥーユー、ハッピーバースデートゥーユー、ハッピーバースデーディアジェリー、ハッピーバースデートゥーユー。ゴッゴッシバ、ゴッゴッシバ、ゴッゴッシバ。さあ、すいません、あのバックスタンドの皆さんも今日一緒に応援よろしくお願いします。Oh!
まだいいよ。